物理学実験、計算物理学課題の内容を説明します。課題の目的は、物理現象のシュミュレーションを通し、物理学への理解を深めること、計算物理学の有効性を理解することです。課題は、ウェブ上の物理シュミュレーターを用いて行います。まず、共通教育・ 物理で検索してください。物理系科目の I. C. T. E. ラーニング教材データベースという項目がヒットすると思います。U. R. L. は画面のようになっています。物理学実験の実験書にも書かれています。データベースのサイトの目的に関しては、この U. R. L. を参照してください。 この中で、この物理シミュレーターにログインします。課題は全部で10個あります。皆さんはそれぞれの課題について、HTML 版、もしくは Excel 版を使用してください。一例として、一様な重力場で投げ上げられた物体に空気抵抗が働く場合の運動について説明します。 HTML 版のプレイボタンを押してくださいユーザー名およびパスワードは物理学実験書を参照してくださいユーザー名およびパスワードを入力してログインしますそうするとこのような画面が表示されますこの課題は一様な重力場で空気抵抗が働く場合 物体に働く運動について計算するシミュレーションです。最初に、物体の初期条件を入力します。入力できる条件は、6項目です。まず、発射点の高さ、初速度、凝角、物質の質量、空気抵抗、 空気抵抗は、速度に比例する場合、および速度の事情に比例する場合の二種類があります。パラメーターを自由に設定し、その後シミュレーションを開始してください。このように、三つの場合について物体の軌道が表記されます。それぞれの内容については、判例を見てください。 赤線は空気抵抗がない場合、緑の線は速度に比例する空気抵抗がある場合、青線は速度の地上に比例する空気抵抗がある場合です。次に、個々のシミュレーション課題について解説を行います。一つ目は、一様な重力場で投げ上げられた物体に空気抵抗が働く場合の運動です。 これは、先ほど説明したシュミレーションです。重力と空気抵抗が働く中で物体を投げ上げた場合、どのような軌道を描くか試してください。2つ目は、うなりです。周期がわずかに異なる2つの正弦波を重ねると、うなりが生じます。いろいろな正弦波を重ね合わせ、どのようなうなりが生じるか試してください。 三つ目は、減衰振動です。理想的な力学系では、振り子はいつまでも同じ振幅を保ちます。しかし、現実の振り子はエネルギーを失うため、徐々に振幅が小さくなります。その様子を確かめてください。四つ目は、定材波です。同じ波長の進行波と交代波が重なると、 その場で振動し続けるような波形が現れます楽器の弦などでよく見られる現象ですその様子を確かめてください五つ目は摩擦が作用する床の上の単振動ですバネの弾性力と床からの摩擦力が同時に働く振り子は徐々にエネルギーが失われいつかは止まってしまいますその様子を確かめてください 六つ目は、フーリエ合成です。すべての波は、正弦波の重ね合わせで表現することができます。その様子を確かめてください。信号処理分野では必須の概念です。七つ目は、リサジュー図形です。互いに直交する二つの単振動がどのような軌跡を描くか、試してください。リサジュー図形は、 位相や周波数のズレを見るためによく用いられます八つ目はモンテカルロ法を用いた中性子散乱シミュレーションですシミュレーションに乱数を用いる手法をモンテカルロ法と言いますこの課題では中性子が壁に入射するとき壁の中で直進する距離および屈折される角度をランダムに与えます その時の産卵現象をモンテカルロ法を用いたシュミュレーションで表現し、様子を見てください。9つ目は、モンテカルロ法を用いた円周率の計算です。この課題では、正方形の中にランダムに点を打ち、その点が4分の1円の中に入る確率から円周率を求めます。10個目は、 連成振動です。振動する複数の物体が互いに作用しながら結合されているとき、これを錬成振動と言います。単振動に比べ複雑な運動をします。結晶中の原子振動なども錬成振動の一つです。様々な条件下で錬成振動が行われる様子をシミュレーションで表現してください。 計算物理学課題では、LMS 上に2種類の課題を用意しています。課題1、先ほど説明した10個のシュミュレーションを実施し、LMS 上に用意した質問に回答してください。シュミュレーション結果の数値を正確に確認したい場合は、Excel 版で実行すると良いかもしれません。シュミュレーション条件によって答えは異なるので、 人に頼りすぎず、自分で行った結果を入力してください。課題に10個のシミュレーションの中から1つ選び、条件を自分で設定してレポートを作成し、LMS 上の指定したところに提出してください。レポートの書き方や評価基準などは、LMS 上の説明資料などを参照してください。